宇治家 H12 月12日から2002年12月6日は、日本の銀行家、77銀行会長、東取。四代目、宇治家聖吉の長男として、宮城県陸郡角田町に生まれる。1940年短期現役海軍、主計歌士官に志願。同年5月、海軍経理学校に入学し、海軍主計中尉に任官。同年9月に卒業。 第2艦隊、マヤ諸務主任などを務めた。1945年5月、海軍主計少佐に昇進して、終戦を迎えた。日銀勤務を経て、77銀行に入行。1970年には、頭取に昇格する。トップ在任時においては、経営の近代化に努め、1972年の、東証二部上場、現本店ビルの竣工等を実現。 同校の躍進の礎を築いた中高の祖とされる。また数多くの役職を務め、1985年からは10年間にわたって仙台商工会議所会頭を務めたほか、東北経済連合会副会長、東北商工会議所連合会会長などを歴任。仙台市の政令指定都市への昇格や仙台空港の滑走路3000メートル化など、 県政の発展に尽力をした。ことして、宇治えてるひ七77銀行代表取締役頭取がいる。ありがとうございます。